いや、これもう最初の方とかも完全に〇〇じゃん。いや、アキちゃん、アキちゃんです。お願いします。時計仕掛けのオレンジをついに見たわ。もう言わずと知れたスタンリー・キューブリック監督のド名作なんじゃけど、俺あまり一回も見たことなくて、ちょくちょく視聴者からね、時計仕掛けのオレンジはところで見てる。時計仕掛けのオレンジマウントをかまされてたんで、ようやくちょっと見てみようかなと思って思い越し上げて見てみたんですよ。で、俺、キューブリックの映画がそもそもそんな好きじゃないのね。数本しか見たことないんじゃけど、それでも俺あんまハマってなくて、時計仕掛けのオレンジもね、ハマるかななんて思いながら見たんじゃけど、めっちゃおもろかった。そもそもこの作品って26、7年間上映禁止になっとって、なかなかにね、過激な作品にもなってて、まあその理由っていうのももう見終わったらわかるわ。尖りすぎ、まあ、映画史に残る問題作、時計仕掛けのオレンジ、今回はですね、ネタバレありで語っていきたいと思いますので、まだ見たことないよという人はね、ぜひ本編見てみてください。よっ。まずこの作品、設定がむちゃくちゃ良くて、元は原作小説なんですけど、舞台は近未来、ディストピアと化してしまったイギリスのロンドンだったかなが舞台なんですけど、主人公のアレックスは街でチンピラみたいなのをやってるね、こう若いギャング団のリーダーなわけよ。このオープニングもね、たまり場になってるバーでさ、こっちにこう北斎見ながらね、メンチ切ってるあのアレックスの顔面から始まるわけ。まあ、の顔がもうパンチあるじゃん。まあそんなアレックスはさ、もう毎晩のように仲間たちと暴力に明け暮れてるわけ。ホームレスの老人をね、殴る蹴るだろうの暴行を加えたりとかさ、最低の男なわけ。ほんならある日ね、この主人公が率いてるグループで仲間割れみたいなのが起きていくのよ。ほんならこの仲間割れによって主人公裏切られちゃって、警察に捕まっちゃうんですよね。んで刑務所の中ぶち込まれるんだけど、この刑務所内でとある噂を耳にするわけ。なんか政府がとある人体実験を行っとって、この治療を受ければ一発で釈放されると。ほんで、二度とこの刑務所に戻ることもなくなると。なんかそんな夢のような治療を行う人体実験があるらしいよ。この噂を聞きつけたアレックスはね、この実験を受けるために自ら志願するわけよ。おいで、この人体実験受けることになるんだけど、これがまあなかなかにいかちい拷問で、まぶたに器具みたいなのつけられて、一瞬も瞬きできんように、ひとときも目を閉じられないようにされた挙句、体中を拘束されてね、なんかとある映像みたいなの見せられるの。これがいわゆるこう暴力的であったりとか性的な映画なんですけど、いわゆるこうインモラルな内容の映像っていうのをね、強制的にずっと見せつけられるわけ。で、最初の頃アレックス余裕なの。わあ、なんか人ぶん殴ったり、なんかこうバイオレンスな映画、お最高じゃんみたいな。ただだんだんとね、この暴力性っていうのに不快感が増してきて、主人公なんか吐き気を催してくるの。でもうちょっと気持ち悪いな、気分悪いな、あもういいかも、もういいかも。でも研究者の人たちはもちろん止めることなくずっと見続けるわけよ。ほんならもうこのアレックス頭おかしくなっちゃって、もうやめてくれって、もうこれ以上見てないで、ごめん、謝る、暴力とかしない、人殺しもしない、悪いことって分かった、もう許してって。許してくんないの。それでもずーっと見せられ続けると。んで長い期間を経てこの実験が終わったんですが、アレックスどう変貌したのかというと、これまではね、暴力的ですぐ女性にも性的暴行を加えるようなクズだったのが、暴力を加えようとしたらあの時の実験みたいなのがフラッシュバックするかのように吐き気を催しちゃうの。だから誰かを殴ろうとすれば同時に吐き気を催しちゃって、うわーって気分悪くなっちゃうと。裸の女性が目の前にいても、その胸を触ろうとしただけでも、うわーって吐いちゃうと。性的なこととか、暴力的なことを頭の中で思っただけで吐き気を催しちゃうという体になってしまったんですよね。それと同時にね、これまでめちゃくちゃアレックスが好きだった、ベートーベンの第九っていう音楽。この音楽っていうのが、その自分が見せられとった映像の中に BGM で入っとって、この音楽を聴いただけでも吐き気を催しちゃうと。いわゆる自分の大好きだったあの曲でさえ吐き気を催しちゃう。もう二度と聞けないっていう体になってしまったわけよ。これが要するに政府が見出した新しい強制プログラムだと。んでアレックス晴れて釈放されてね、シャバに出るんですけれども、これまで自分が暴行を加えた人間とかね、ひどいことをした相手っていうのに次から次へと遭遇しちゃって復讐されるのよ。ほいでもアレックス、この強制プログラムを受けてるもんじゃけどさ、仕返ししようとしても吐き気が催されちゃって何にもできないと。ほんなら主人公そんな状況に耐えかねて自殺未遂を行うわけですよ。幸いにも命を助かって病院に入院することになったんですけど、これによってね、政府の非人道的な実験っていうのが明るみになって、政権がすごい批判されてしまうわけよ。ほんならこの入院生活の中でアレックスは自分が受けたその人体実験の影響っていうのを治療されるんですよね。ほんで晴れて元の体に戻れたアレックスなんですけど、その時ね、なんかまだ政府のお偉いさんみたいなのがアレックスに会いにやってくるわけ。で、君はひどい目にあったね、あの元々あったあの政府な、もう潰しちゃろうと。
ね、あの政府はもう最低だと、君にこんなことをしてしまってもうとんでもない、だから治してあげたよと、治療してあげた、だから君は元の暴力的な人間に戻れたんだよ、だからまた君は悪の道に染まってくれと、君が政府にされていたあの人体実験を克服して元の自分に戻れたっていうのを世間にアピールしてくれ、いうお偉いさんと契約を交わして主人公任してくださいと、俺またやったりますよ兄さんと、ホクソエンで頭の中でエッチな妄想するわけ、もうこの妄想なんかでは吐き気は催さないのよ、思う存分エロい妄想できると、でその妄想の中で主人公のアレックスは完璧に治ったねつって終わんのよ。めちゃくちゃ皮肉効いてるよな。要するに元の自分に戻れたと思いながらもアレックスは結局政府に操られた人間、いわゆる時計仕掛けのオレンジからは抜け出すことができなかったと。すごいよな。まずその話がおもろい。この、これがね、俺その前半、いわゆるこの街のギャング団を率いてるリーダーの主人公が人体実験受けちゃいますみたいな流れとかって、すげえアキラじゃんと思って。いわゆるこの近未来、アナーキーな世界で政府の陰謀に皮肉ながら巻き込まれてしまうという展開とかすごいなんかアキラじゃんみたいな、影響受けてる大友さん影響受けたんだろうなって思ったし、受ける理由もわかる。やっぱ今見ても俺ちょっとかっこいいと思っちゃうもん。主人公たちが仲間内で交わす言葉っていうのもなんか自分たちだけが使ってる造語みたいなの使っていくのよ。暴力を超えた超暴力みたいなのをアルトラって言って、今日もアルトラすっかーみたいな、エッチなことをインアウトインアウトって言ったり、独自の造語みたいなのを日常会話の中に織り交ぜてると。でこの作品ね、主人公のモノローグで進行していく物語、ずーっと主人公の心情みたいなのがナレーションに入ってくるのね。でこのナレーションみたいなのにもその主人公の造語みたいなのが入ってくるから、ちょっとなんかかっこいいんだよね。で実際にこういうバカがそのアレックスに影響を受けすぎたせいで、当時の若者たちがね、なんかその模倣犯みたいになっちゃって、まあ、そういう社会的な影響もあって上映禁止になったらしいんですけど、謎のカリスマ性なんかもやっぱアレックスはあんのよね。でこう寝る前にさ、目の下にあるつけまつげみたいなのをピーって剥がして、こう鏡のところにペトってつけて、そういった生活感を描くのもまたおもろいんだな。この世界の等身大の若者っていうのを描いているからこそ、後半ね、子を殺される、自由意志を奪われると、複雑な心情っていうのがね、見ている方にも湧いてくるんですけど、彼を更生するためのプログラムと歌っておきながら、やっとることはただ彼の権利を奪っているだけなんだ。だから根本的には何も解決してないの。だからその彼がその人体実験受けて治療が成功したって言いながらも、やっぱり暴力的な性格は治ってないから殴りたくもなんのよ。その暴力的な性格を治さんと何の解決にもならんのに、ただじゃあ暴力できない体にしちゃおう、じゃあエッチなことをできない体にしちゃおうっていう、すごい稚拙な考えなんですよね。こうなった時にね、その見ている方、いわゆる俺らはそのアレックスを見てかわいそうと思うんかなって思ったら、そうでもないよね。これがね、今作のね、すげえ皮肉ってるところだなと思うんだけど、やっぱりこう後半ね、そのアレックスがこれまでやってきた仕打ちっていうのを自分が受ける場面になっていくところで、ちょっとこうざまあというか、自業自得っしょって思う自分がいんの。でもそれって自分の中にある暴力性なんですよね。だから全員がアレックス同様暴力的な側面っていうのを持ってんの。それは人間だから。果たしてどんな凶悪犯であろうと、自由意志を奪うことっていうのはやっていいことなのかどうかっていう、この問いがね、今でも議論されるところじゃん。71年に描かれていたっていう。だから結構時計仕掛けのオレンジって一見したらこうグロいとかさ、上映禁止、胸クソ、精神がおかしくなっちゃう、トラウマっていう風に思われがちなんですけど、まあ実際そうなんです。実際そうなんですけど、ただそのちゃんと突き詰めると、この作品が定義している問題っていうのは今の時代でも通用するし、多分普遍、ずーっと変わんないんだろうな、このテーマっていうのはって思うのよね。アレックスがその15歳の少年っていうのがまた今作の残酷なところで、大人の力でどうとでも行く末変えられるじゃん。未成年だから、あとね、その親っていうのもやっぱ今作ってね、ちゃんと描いとって、アレックスの事情っていうのを知って、息子にね、そのどんな状況だろうと、やっぱり息子が政府の人体実験の被害者になっているっていう事実は変わんないから、親として寄り添ってあげようとすんの。そこもなんかめっちゃリアルっていうか、すごい人間なんだよね、そこの関係値とかも。で、これ原作のラストと映画のラストって違うくて、原作のラストはね、なんか一回削除されたらしくて、本来の原作の方では、なんかラストアレックスはなんか大人になってなんか更生するんだっけ？なんかちゃんと構成するんよね。ただ映画の方はなんかそこをしないっていうところで、やっぱりキューブリックらしいなというか、キューブリックのいいところでもあり悪いところやなっていう、今でも全然語る価値のある作品なんだなっていうのが見てわかったんで、す
すごいわ。で、やっぱりキューブリックじゃけ、映像もクソかっこいいんよな。俺ようわからんけど、専門的なところは。でもすげえ計算されてんだろうなっていうのはわかんのね。いわゆるこの前半はアレックスが加害側になって、後半は全く同じシチュエーションでアレックスが被害者側になるっていう構成も、変わる前のアレックスと変わった後のアレックスっていうのがすげえわかりやすくなってて、うまい。てかもうやっぱね、キューブリック、めちゃくちゃ映画うまってなるわ。これ見たらズブのド素人でも映画うまって思う。いや、おもろかったわ、時計仕掛けのオレンジ。タイトルもかっこいいわ。タイトルむっちゃかっこいいわ。言ったらもうなんかトイプードルみたいなもんよね。見た目はいわゆるもう可愛らしい犬じゃけど、その背景を見ると、品種改良によって生み出されている人工的な犬っていう。例え悪っ。例え悪すぎるやろ。トイプードルが時計仕掛けのオレンジってわけじゃないと思うけど。でもそうじゃん。凶悪的な性格だった彼っていうのはいない。でもそれが本来の彼だったのに、本来の彼っていうのはいなくなっちゃって、元に戻ったかのように思ってるけど、政府のいい子ちゃんになってるだけっていうのもね、恐ろしいね。その原作者の人が、なんかね、キリストの作品っていうのも手掛けとんのよ。で、今作で、そのキリスト教の神父さんみたいなのも出てくんの。で、それも結構多分ね、その原作者の人がキリスト教の信者の方なんかな。ごめん、ちょっとそこ曖昧でわからんのんじゃけど。だその今作の中で、いわゆるこの、アレックスがね、強制プログラムを受けて、無事に人体実験成功しましたっていう場面でも、その神父さんだけは、この根本的な問題っていうのを定義しとって、神父さんだけが今作において、真っ当な意見みたいなのを主張すんのよ。でそこまでなんかその神の使いだけがちゃんと真実を見えているっていうことにも繋がってくんのかなって。もう、俺なんかと多分語れんと思う。もうちょっと沖田が熟してから語っていい。まあでも今のこの日本という社会で生きとったら俺も熟してる頃には時計仕掛けのオレンジになっているかもしれませんね。テラレラレン、テラレラレン、テラレラレンテン。以上、沖田木でした。バイバイ。本編には関係ないんだけどさ、あの主人公のアレックスが、あの小説家夫妻のあの夫の家にさ、監禁されるじゃん。で、なんか下の部屋から大工みたいなのを爆音で流されるっていうねちっこい嫌がらせを受けるじゃん。そこでこうアレックス苦しむわけよ。ね、大工聞いたら頭おかしくなっちゃって気持ち悪くなっちゃうから、うわーってこうもがき苦しむのね。そこでさ、完全にタモリクラブの3耳アワーなんだけど、やめろーやめろーダメーって。めっちゃ聞こえんのよ。見直してみて。Unext とか Amazon プライムとか配信されてるから、見直してみて。やめろーやめろーダメーって言ってんの。完全サラミミアワー。そんだけなんじゃけど、あの、ぶっちゃけこれを一番伝えたかった。あと、あの、5月の末にね、映画の上映付きトークイベントを都内某所でやりますので。また詳細はね、もう決まってるので、近々告知したいと思います。見に来てねー。バイバーイ。